そこをどきなさい。できませぬ。今日でもう4日経つ。上様から何もお達しがないということは、それはもう私が江戸でなすべきことは何もないゆえ、京へ帰るということやろう。そこをどきなさい。それはできませぬな、院主様。いいえ、もう慶光院の院主ではない。マデノ皇子有住卿の子息有琴殿、あなた様にはもう京に戻ることも御仏に仕えることも叶いませぬ。あなた様には上様の待つ江戸城大奥に入っていただく。な、そう、あなたはこの江戸で還俗し、将軍家光公のお小姓となるのです。とはいえ、その坊主頭のままではすぐに上様のおそばに上がることはできませぬな。髪が伸びるまでしばらく私の用意した御用屋敷に滞在していただきましょう。さ、お早く、有琴殿。何をアホなことを、春日殿。私の年はもう18や。お故障にするには塔が立ちすぎておりましょうに。そうや。ざれ事にしても無礼やないか。院主様は道場家、マデノ皇子卿のご子息であらしゃるのやで。その方を武家の故障になど。無礼はどちらか。上様のご所望に対してアホとは何事か。恐れ多くも将軍家光公にお仕えできる幸せを心から喜ばれよ。その栄誉に比べれば寺の住職の地位など取るに足らぬわ。今すぐ漱石を捨てて還俗なされい。